だーん。祝7周年。でも入れとこ。コナンさん、1個目ありがとうございます。こんばんは。曜日お疲れ様です。お疲れっ子です。ギフトありがとうございます。まだお祝い背景だから祝7周年でも入れときます。ギフトありがとう。こんばんは。トゥル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 。7周年おめでありがとうございます。コーデというかレッスン着です。白コーデっていうかレッスン着です。こんばんは。久々に踊りました。マレーシアのフェス以来。ありがとう。右上のハートしてルームフォローお願いします。うん、ね、普通に暑い暑い。今この部屋も33度もある。今クーラーつけたから冷えてない部屋で言ってます。そう、インスタ今日もあげました。見た、見てくれましたかね。マレーシアの写真を載せたいからそれまでに載せてなかったやつをペンペンペンと載せてみました。インスタのコメント整形してくれないですよね。皆さん見てないんですか。
西日本は暑い。え、西日本だけなんですか？こっちだけ？27度です。え、そんぐらいですよね。普通。33度。インスタやってるの。What？ こんばんは。What？ ハートありがとう。やってるでしょ。36度とかなってた。今日？え、ガチで暑いですよ。普通に、え、って言わずに、え、マジでサウナ行かなくてもサウナやんって言わず、What？ もう What？ クーラーなしで生きてます。 What？ What？ それは本当にやめた方がいいですよ、マジで。これ忠告、マジでやめた方がいいです。金魚ありがとう。え、台風、台風いつ来ますか？フォローしました、ありがとう。わーわー、え、変わった？日本に全部かぶってるやつですよね。全部ベーンってなってるやつよね。クーラーありません、扇風機いった、マジでやめとくですよ。マジでやめとくです。おめでとうございます、ありがとうございます。こんばんは。なんかここじゃなくて、兄の部屋だった部屋にドラム置いてるんですけど、ドラム練習やるってなったら、そう、あっちの部屋なんですね。そっ
校でもそんな1時間がドラム叩くのも体力いるし、グッて集中して、まあ、10分か20分か10分か20分ぐらい、まあ、練習するって感じなんですけど、毎日そのなんか10分とか20分のためにまあクーラーつけてもいいんですけど、なんかそこだけで、ね、なんか申し訳なくなるやん誰にガチで誰にって感じだけど、そこの部屋は1時間ぐらい配信するから全然つけるけど、そう10分か20分ぐらいのねドラム練習のためになんかチュッてクーラーつけるのも申し訳なくなって、いつもドラム練習するときは我慢して修行だみたいな感じでやるんですけど、死ぬ、それだけで死ぬクーラーつけない部屋で20分ぐらい、まあ長くて30分ぐらいドラム叩くだけでもう死ぬので、はい、クーラーなしとかやった方がいいです、本当にマリアみたいがいいです。ギフトありがとう。うわーイエイ。10年おめありとう、こんばんは、こんばんは。ドラムに扇風機とかつけれる、そう、そう、ルームフォローお願いします。ルームフォロな感じですね、そのような感じです。高速道路スクドチョーカー捕まりました、怖怖。ありがとうございます。即罰金、助け出して潤して久しぶりです、やっほー、覚えてますよ。暑さ対策してますけどでもあれ、あのなんか手袋みたいなやつとかあれとかがちょっと理解できないですね。 UV パーカー着れる人とかこんなに暑いの、もっと自ら暑くしとうやん。そ
休む。行きたくない。わかりますけど。わかります。死ぬやん。そんなんしとったら。まあ傘ぐらいじゃない。傘とサングラスぐらいならわかりますけど、そこの手袋みたいな密着系が。こんな暑いのに UV パーカーを上から着てる人とか、いや素晴らしい。私はできない、それはできない。暑すぎてそこまではできない。花火ありがとう。黒カラコメール届いた。これ失敗カラコンね。これなんか似合ってなくない？ショックです、これ。これ多分ニュージーンズの、ニュージーンズモデルのやつで、なんか間違えたんかな、ハニちゃん着用のブラウン買ったはずなのに、なんか違う気がする、違う気がするし、まあ、ハニちゃん着用のやつだったとしてもちょっと自分に合ってないから、これ NG だ。なんか茶色っていうか、なんかオレンジみたいな目になって、なんかちょっときつそうな顔になって、なんかね、性格悪そうに見える。ええってことで、これはつけてみて。失敗だ、失敗カラコンですね。7周年おめありがとうございます。腕抜き暑そう。工場とかでもクーラー効いてないよね。まあまあ、フォローしました、ありがとう。まあまあ、フォローさせていただきました、ありがとうございます。そんなことない、適当言ってんだろ。適当言ってんだら、まあ室内ね、暗いとこで見たら、まあ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 、太陽光かな、ちゃんとなんかビャン自然光当たったとこで見たらめっちゃ茶色やん、めっちゃ茶色い、茶色通り越してオレンジみたいなブラウンなはずなのに、これはちょっとダメでした。カラコン試着できないから、そう試着できないからさ、その買ってみないとダメじゃん、10個入ってるの。それ10個入ってるの買ってみて、え、似合わなかったっていう時のなんか悲しい感じ。どうにかできないんですかね。どうにかできないですか。まあ、モデルさんがそりゃつけてる写真とか見ますよ、見ますけど、自分につけてみたらなんか違かったみたいな、あるやん全然。コスメとかじゃないから一回入れてみることはできんくださいこの悲しさ、どうしたらいいんですか。
これだけです。これだけ失敗何個も何個も失敗してきたわけじゃないんですけど、まだ、いやこれは違かったな、初めての失敗作。こういうレッスンだけとかの日に使って消費してます。イエーイ。ショートボール、そんなにショートって人気なんですか？ショート、私はショートはあんまり好きじゃないです個人的にショートはあんまり好きじゃないです。どうもありがとう。マジでママぐらいの世代にならないとやんないかも別にお母さんとかになってさ、ロングでもいいんやけど、なんか嫌やん。マジそんぐらいの年齢いかないとやんないかも人生若いうちにやってみないかも。どう、まあショートにしたい、なんない。初訪問ありがとう。ショートカットだっただけはないですないよ、マジでない。今長い方じゃない、入った時が一番長くて、入った時はめっちゃ長い髪の毛で来たなんでか分からんけどめっちゃ長かったな。からなんか鎖骨ぐらいのラインで、外羽ヘア、あ、髪の毛まだ負けなかった時、ストレートしかダメだった時代に、外羽なら可愛いじゃんと思って外羽にハマって、外羽が似合うこんぐらい肩のラインぐらいでずっとやってて、そう、その時に、その時代にちょうどなんか顔丸かったりしたから、なんかめっちゃブサイクの時あって萎えます、萎えてから鼻垂れのジャケシャ撮ってみて、なんか伸ばしてみようっていう気持ちになって、鼻垂れから2年間ぐらい伸ばしてみた。また長くなった。こんな感じ。 ST に入ってからの長さ事情はこんな感じだから、特にイメチェンできてない、この茶髪にできたぐらい
にイメチェンはないですね。初めて前髪あり、衝撃的に燃えた。本当？どの時代ですか？どの時代？まあ、ギフトありがとうございます。生誕、高校。いや、いつやった？なんか生誕祭で初めて前髪してみて、ね。訪問ありがとう。でも最初の初めてやったか分からんけど、その頃の前髪はなんか薄くて、別になんかこんなんじゃなかった。こんな前髪とかだったから、なんかなかった時とあんま変わらん、さほど変わらんくねみたいな前髪であったよね。ちょっと量が増えただけやんみたいな。重めにしたんですけど、黒髪だった時はなんか重すぎてノリみたいになって、なんか失敗した時もあるけど、うん。じゃないと前髪が浮いてくる人だから、そう、あんまり薄くしない方がいいんですけど、重くしすぎて黒髪だった時はなんか乗りすぎて怒られました。はい、仕方ない。ハートありがとう。前髪を薄くするっていうのも大変ですし、ね、ここだけ切って、ここの髪の毛はもう切らずに伸ばし続けるっていう、この前髪を薄くするっていう作業嫌いですから、薄くはもうしたくない反抗。ギフトありがとう。そう思っていたら茶髪にできたので、まあどうね、重たい印象じゃなくなりました。よかったです。ありがとう。全然やる、私は別に NG ない、何でも何でも OK タイプだから、全然その衣装とかによってはまたは前髪上げる時もあるし、そうね、上げるまではしなくても、なんか分からんけどちょっと分からんけど、 K-POP が好きなメイクさんに愛ちゃんやりたい髪型があるってなってそう、またそう、何ヘアか分からんヘアアレンジしてもらうときには前髪もその都度変化していきます。
うん、抵抗がなくなったけど、別に抵抗があったわけじゃないですよ。だって若いし、だって中学生とかやったし、抵抗があったわけじゃないですけど、そう、そんなにすっぴんを見せていいものなのかっていうアイドルがすっぴんでそんな配信をしていいものなのか、果たしてっていう考えだったっていうだけ中学生高校生こんばんは。あとモチベーション、ただのレッスンの時とかもそのメイクしてない自分で室に行って鏡見て踊るってなったら表情管理ができないとモチベが下がりすぎてそうえってなって慣れて表情の練習はできないっていうことで、なんかちゃんとメイクしていったりとかしてたけど、そんな感じです。抵抗は別になかったですよ。うん。え？タワーが立ってないか。ちょっとお待ちよ。お、ひろたんたんありがとうございます。ありがとう。受けました。スカスカやけど、もうこれは寿命ペン、寿命ペンですね。ひろたんたん祝7周年タワー、嬉しい、感謝7周年お祝いありがとうございます。ラブですありがとう。シュク楽しいね。ちょこい寿命なのでさよなら。はい、さよなら。花火、ハートもありがとうございます。マッキーの透明の中身見えまあ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 、そうね、なんかなくなったんかなくなるんかなくなりかけなんかようわからんやつ、コスメとかもそうなんやけど、マスカラとかなくなるタイミングがわからんねん、そういうの困るね急になくなる時とかあるやん。
ペンシルのアイライナーとかこう繰り出すやつとか、いつ繰り出んくなる、繰り出てこんくなるか分からんねやけど、それマジ困ります。通報もありがとう。ストックなんかね、買うときに2本買ったりとかするけど困りますね。字好きじゃないよ自分の。バランスが取れんそのよくあるけど、書き生写真のここに入るからこの紙に書いてくださいとかあるけど、サイン書いて、ね、バランスよくせないかんやん、そういうの字の感覚揃えてとか、それができない。うん、その汚くはないと思いますけど、さすがに字はその感覚とバランスと字のでかさとあとなんかまっすぐ書けるかとかあるやん、ちょっとなんか斜めになる人とかあるやんそれむずい。あいつはなんかこうなんでかわからん、なんかそれね、ドラムの先生に教えてもらって、 A1AB やっちゃうなんだけど、なんかタイプがあってみたいな、得意なとこ不得意なとこ、体の使い方なんか4タイプあってみたいな。アイサはなんか A1 だね、 A1 タイプで、だからなんかバチの握り方はあのここで握るみたいな、この指で握る人もいるけどここで握ってやったら力が入りやすい、合ってるところだよとか言われて、その流れでなんか A1 の人はなんか字をなんかこうなるでしょみたいに言われて、はいそれ自分だけだと思ってたんやけど、初めてなんかびっくり、こうまっすぐ書こうと思ったらまっすぐならないんですよ、こうまっすぐじゃなくてちょっと若干あの紙をこっちに斜めにして、で自分もこうなってこう書いたらまっすぐなるんですよ自分だけだと思いよったけど、その体の作り上それで合っとるらしい初めてや、そうなんか占い師みたいにさ、え字書くときこうなるでしょ言われて、えはい、びっくり、占い師かと思いましたマジ自分だけやと思っとった、どうしようみたいな、この人斜めになりながら書きおるやんと思われてるかもしれんと思いながら、普通になんかずっとテストとか やってたんですよ、ちょっと自分だけ斜めになってるかもしれないと思ったけど、こうじゃないとまっすぐ書けない字が、まあ、それはタイプ上しょうがなかった最近知ったんですよ。うん、すごい、なんかドラムよりも以前になんか人間のなんか体の作りみたいなのにも詳しい、それもなんか学んどったっぽい先生、プロです、プロ中のプロって感じ、すごい豆知識通報もありがとう。ショールーム7周年おめでとうございます、ありがとうございますもし斜めにして書くのね、本当じゃあ一緒タイプ A1 A1 がなんやねんって感じではあるけど、 A1 タイプですね、同じタイプ。なんて言っとったかな、
イチローさんとかと同じタイプで言った気がする。イチロータイプやね。あと誰やったかな、ちょっと忘れたけど。こんばんは。いろいろなんかあるらしい。もう4タイプしかないらしいけど。ありがとう。まあは。A1、A2、A2 だったっけ ？B1、B2 かな。で4タイプ。豆知識なんかいっぱい教えてもらうんやけど、その時では「え確かに」とかなり「えそうだ」とかなるんですけど、なんか忘れちゃう。忘れちゃう。なんかマジ豆知識って感じすぎて、その日常で使うことがあんまない。豆知識すぎて忘れちゃう。でも確かにすぎるんですよ。小指が汚れてしまう。そうやって右利きの人はみんなそうなるじゃない？こうなるけど。左利きの人で縦書きだったら汚れないやん。右利きの人はみんな悪くない。マレーシアで噛まれたであろうところが、無比を塗り続けても治らない。なんてこった。特殊なあれに噛まれたんか。どうしよう。確かにでかい。でかくてなんか熱を持つ系のやつ。熱くなってる系のやつ。やばい虫だったらどうしよう。デング熱みたいな。やばい系だったらどうしよう。怖。でもう一箇所、いや何箇所刺されたか分からんけど、そのとこはもう別に治ってるんですよ。一個だけ一個だけ治んないのがある。やばない、もしかしてやばい系。大型。私は A 型だけどいつも
噛まれる、すぐ噛まれる。どういうこと？どういうこっちゃ？何ではないじゃん。大型甘いでお前で失礼じゃね。そのか失礼じゃね。生粋の A なんやけど、親もどっちも A、 A と A から生まれた O も何も混ざってない A なんやけど、A 型のど真ん中みたいな人間やね。おかしいな。A 型です、うん、では月9をリアタイするので久々にそろそろランキングを読みます。13位ひとりごとさん、12位アリンコ、11位フェルナンドさん、10位ここアリ、大地奇星人、9位そうちゃん、8位まさむねさん、7位バンジャロさん、6位星みつさん、5位キズナックさん、4位みっち、3位わたるさん、2位ローズガーデンさん、1位はドルルルーン、ひろたんたんです。ありがたわー、7周年タワー、嬉しい、ありがとうございます。感謝感謝。では月9を見たいと思います。皆さん月曜日では、バーン。